どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回もプロスピースやっていきたいと思います。はい、ということで今回は昨日まで行われていた12球団別最強決定戦のね、今回は結果発表をやっていきたいと思います。そう、今回もねベイスターズリーグで、挑んでたわけなんですけど、果たして宮野は何位に入ることができたのか、そちらの方をまずは発表させていただきます。今回の最強決定戦12球団別リーグ DeNA リーグの宮野の順位は、でるるるるるるる、はい、ドラムロールお願いします。じゃん、701位。はい、ということでね、今回の順位は701位という結果で終わりました。そうなんですよ、今回もね500位以内を目指して、やってたわけなんですけど、残念ながらね500位以内入ることができませんでした。前回の12球団別リーグ来た時もね900位くらいだったかな、900ないとかだったと思うんですけど、で、その前がね、800位か。800位だったんですよ。で、今回こそは500位内入るぞっていうね、気持ちでね、結構仕込んでいたんですけど、ちょっとね、入ることができませんでした。ということで、詳細の方を見ていきましょう。はい、こちらですね、終了したイベントのところに最強決定戦とあるんで、こちらで確認していきましょう。ってことでですね、今回も8月27日から9月2日の間でね、行われてたんですけど、まず月曜日、543位で終わってます。なかなかいい順位ですよね。うん。で、火、水でちょっと下がって、木、金でまた上がってきたんですよ。月曜日くらいの順位まで。お、575位、金曜日で575位だから、いい感じじゃないって思ってたんですよ。で、土曜日も同じくらいの順位でね、これはワンチャンあるぞって思ってたんですけど、日曜ですよ。701位。そう、でね、終わってしまったんですよね。9月2日の日曜日の、最後のね、第4節なんですけど、2勝3敗で終わってるんですよね。そう。で、ここが最後の第4節で勝ち越せていればね、もしかしたら500位内入れたかなっていう感じなんですよ。っていうのも、日曜日の第3節が終わったまでの順位がこちらです。そう、500位台だったんですよ。そう、500位何位とかの、順位だったんで、これはもしかしたら最後ね、第4節で、4勝1敗とか3勝2敗で終われば、これ500位内入れるんじゃないかなっていう感じはしてたんですよね。ですが、残念ながらね、最後2勝3敗で終わってしまって、結果的には、10勝10敗でね、結局701位という順位で終わってしまったんですよ。やっぱこういうのね、運もあるんですよね、結構。結局勝敗なんで、なんかここ惜しかったなとか、ここ1勝勝ってればなとか、そういうね、勝負の世界なんで、惜しいとか言ってられないんですけど、そういうのが悔やまれるところですよね。はい。そんな感じでね、今回も500位内入ることができずという結果でした。はい。で、順位の発表はこの辺にしたいんですけど、選手の成績確認していきましょう。はい。まず打者の方から見ていきたいと思うんですけど、打率ランキング、筒香ロペス、外、倉本、宮崎っていうね、チーム打率になってます。そう、筒香選手が、一番ね、打率が高かったということになります。能力的にも、パワーとミートが74の同値なんで、この結果は、予想通りだなっていう感じはします。で、ロペス選手も結構強いんで、スピリッツは2600なんですけど、ロペス選手もね、結構能力高いんで、ここにいて不思議ではないかなと思います。で、3位のね、ソト選手なんですけど、2割9分6厘ということで、これ覚醒だったんですけど、結構頑張ったなっていうふうに思います。そう、6番、ソトだったと思うんですけど、スピリッツ2500ないんですよね。の割に、覚醒の選手の割に結構打率頑張っててね、これちょっと嬉しかったですね。そう、ホームランも13本打ってますし、ここにいるのは結構でかいですよね。で、4番目の打率が倉本選手ということで、これね、スピリッツが2800の極みなんで、スピリッツで結構ゴリ押ししたかなっていう感じがしますね。打順的には7番とかだったと思うんですけど、2割8分3厘打ってくれました。で、5番目の宮崎選手が、ちょっと低いかなっていう感じなんですけど、2割7分8厘ということで、一応ね、スピリッツ2800で極みなんですよね。なので、宮崎選手にはもうちょい打ってほしかったなっていうふうには思うんですけど、打率5番目という感じです。はい。ちょっとすべてを見てみましょうか。こんな感じですね。石川剛弘選手がその次、戸柱選手、梶谷選手というふうに続いてますね。でも全体的にね、2割5分以上打ってる選手が、そうですね、オーダーの中で、8人いるんで、頑張ったんじゃないかなって感じですね。ただ3割打ってる選手が2人と。やっぱりね、投手より打線が、ちょっと今回の最強決定戦は足引っ張っちゃったかなという感じですかね。はい。そんなとこですかね、打者の方は。
はい、次投手見ていきましょう。ってことで防御率ナンバーワン平松さん、もうこれも間違いないね。だってもうね、スタミナと球威の同値の84ですからね。やっぱ能力的に見てもね、最強なんで、平松さんがまあ防御率ナンバーワンと、カミソリシュート、うん、いいですね。で、2番目の防御率 3.63 と一気に落ちたんですけど、今永選手、うん。まあ、スピリッツもね、2749だったかな。まあ、あったんで、まあ、ここの順位と。で、その次が3番目の防御率で、もう 4.2 っていうね。いやー、ちょっと当時の方はね、いいなって思ってたんですけど、結構打たれちゃいましたね。うん。まあ、伊能選手が4点台、ウィエラの選手も4点台。で、浜口選手が5点台と。浜口選手ね、スピリッツ2800の極みなんですけど、まあ、ちょっと防御率は悪いなという感じですね。で、勝利が、平松さんが17勝で、チームトップと。で、浜口選手以外が10勝以上上げてますね。まあ、みんなでも、こうやって見ると、あれですね、勝敗だと一応勝ち越してるんですね。うん、浜口選手が9勝8敗、うん、貯金1と。で、平松さんが6敗しかしてないという、最強ですね。しかも、奪三振201ってえぐいね。やっぱレジェンドですよね、これは。はい。ちょっとすべて見てみましょう。安明選手が4点台。うん、大魔神が3点台。全体的に見ても平松さんがやっぱ防御率ナンバーワンなんですね。結構ね、投手自信あったんですけど、まあまあ打たれてますね、防御率的に見ると。うん、まあでもやっぱ勝ち星とか上げてくれてるんで、打線の方もね、結構頑張ったのかなと思いますね。はい。そんなとこですかね。まあ、そうだな。今回のでも、この順位の、なんていうのかな。振り返りとしては、どうなんでしょうね。特殊能力が響いてるのかな。結構、スピリッツとかね、まあ、投手の方は自信あったんで、なんでこんなに打たれたかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ、やっぱ、上には上にかいるということでしょうね。まあ、やっぱ、自チーム純正ね、課金されてやってる方とかね、まあ、特殊能力マックスだったり、とかいう人もいると思うんで、まあ、そういうとこのチームに、打たれてしまったのかなという、まあ、感じですかね。うん。はい。総評はそんなとこですかね。で、全体的の、勝敗が79勝50 53敗ですね。で、3分けと。そんな感じでちょっとね、ダダダダダッと喋ってしまったんですけど、最強決定戦は、以上とさせていただきます。もしよかったら皆さんね、何リーグの、何位でしたとかね、コメント、していただけたらなと思います。僕は無課金で500以内を目指すと。いう目標を立ててね、次も頑張っていけたらなと思います。そんな感じでこの辺でこの動画終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のプロス PS また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。Thank you.